皆さんこんにちは、ゆうすけです。さあ、今日の、ね、この動画はチャンネルメンバーのおうちでアートさよチャンネルさんのリクエスト提供でお送りします。さよチャンネルさん、ありがとうございます。で、レッスン内容は、今お聞かせしているこのメヌエット、非常に有名な曲なんですが、実はこれバッハの作品ではないということでご存知でしたか？この曲はアンナ・マグダレーナの音楽帳というバッハの妻が編纂した曲集に入っていたので、まあ、長らくバッハの作品だと思われていたんですけれども、実は最近になってクリスチャン・ペツォルトという全く別の音楽家による作品だったということが分かったんですね。なので、あの音楽の父であるバッハの作品ではないんですけれども、時代的には同じバロック音楽には違いありませんし、バッハのインベンション、また平均律、フーガといったようなポリフォニックで難しい曲を弾けるようになるための導入として、また曲自体も非常に可愛らしく素敵な名曲であることには違いないので、楽しんでやっていきましょう。では、まず、リクエストくださった、さよチャンネルさんから、ポリフォニー音楽の、練習法を教えてほしいとありましたので、それについてお話をさせていただきます。今日やるこの、メヌエットも、ポリフォニーといえば、ポリフォニーなんですが、知らない人からしたら、なんだそれっていう話ですよね。なので、どういった音楽が、ポリフォニーなのか、わかりやすい例を挙げると、例えば、バッハのこのインベンション、で、また、平均律のフーガのような、まあ、こういった複数のメロディーラインを重ね合わせて作られた曲のことを多声的という意味でポリフォニー音楽というふうに呼びます。このフーガは4声、声部が4つもあるという非常に複雑な部類のポリフォニーなんですけれども、先ほど弾いたこのインベンションは2声、右手と左手がそれぞれ独立したメロディーライン、まあ、とにかくこういった音楽を指してポリフォニーと言います。で、それに対して古典以降のこういった音楽はメロディー、それと左手はハーモニー、メロディーとハーモニーが合わさって作られている曲のことをホモフォニーというふうに言います。まあ、これらは厳密に必ずしもいずれかに分類できるものではなくて、一曲の中でもホモフォニックな側面もあればポリフォニックな側面もあるというのが通常なんですが、バロックのこういった作品は基本的にポリフォニックな要素が強いというふうに言えるかと思います。まあ、さておき、そういった音楽の練習方法ですけれども、いくつもの異なる声部というのをそれぞれ同時に成立させて、メロディーとしての横のつながりというのを作って聞かせなければいけない。右手の、というフレーズを行いながら、左手も左手で、ここに向かって登っていて降りていく。といったように、右手も左手もそれぞれをメロディックに扱うというふうに考えると、なかなか難しそうですが、初めからこれを完璧にやろうとは思わなくていいです。以前にこのバッハのインベンション一番のレッスンの中でも言ったことですが、最初はとりあえず音を正確に把握する、それだけに意識を傾けて、なのでこれを最初からポリフォニーとして扱おうとするのではなくて、もうホモフォニー、和音をとりあえず揃える。ただそれだけ、無機質な弾き方でもいいので、まずは音をきっちりと両手合わせて弾けるように、それだけを目指して練習を進めます。で、それができた上で、それぞれの声部に耳を傾ける。といったようなことを私自身もこういった平均律をやるときに教授から教わりました。非常にごちゃごちゃしてややこしいですけれども、この和音を和音として、揃えて弾く。
で、それができた上で、それぞれの声部にメロディーとしての表情をつけてあげる。まあ、といったようなことを踏まえて、このメヌエットも表情、音楽的な魅力を引き出すための表現を考えていきましょう。まず一つ、全体を通じて言えることが、音を軽やかに扱いたいということ。どういう弾き方かというと、レガートでベターっと滑らかに音をつなげて弾こうとするのではなくて、どちらかというと音と音の間に少し小さな隙間を作ってあげるような感覚。なぜこういう弾き方をしたいかというと、この曲がピアノではなくてチェンバロ、ハープシコードで作曲されたからというふうに理由付けをされるんですけれども、決して誤解をしないでほしいのが、このピアノでチェンバロの音色、音の響き方を模倣しようとしているわけではないということ。ピアノでチェンバロの真似事がしたいんであれば、そもそもがピアノじゃなくてチェンバロで弾けばいいっていう話なので、だから音を切り離して弾くと言っても決してチェンバロの真似がしたいわけではないんですけれども、ただこのように弾いた方がいいというふうに私も思うのは、これがピアノの存在しない時代に、このピアノという楽器の音色を知らない作曲家、音楽家が書き残した作品なんですよね。なのでこの現代のピアノで表現可能な音の伸び、また強弱の幅といったものは一切想定されずに書かれた曲である。なのであまりに大げさな強弱表現とかドラマチックな演奏というのはこの曲には合っていないんですよね、性質的に。そもそもがピアノがない時代に作られたこの曲の音数、またリズムなんかを考慮すると非常にシンプルな曲ですし、軽やかな音であまり飾りすぎずに表現したいと思います。ちなみに今お見せしているこの楽譜で強弱やアーティキュレーションの指示というのが一切書かれていないのは、そういった理由、この強弱をつけるピアノがない時代に作られた曲だから。けれどもこれをピアノで弾く際に決して楽譜に何も書かれていないからといって、全ての音をね均一に弾いたらそれで芸術的な演奏になるかというと、そんなわけは決してないので、先ほども言ったようにあまりにドラマチックな大げさな表現というのはつけがたいですけれども、微妙なニュアンス、強弱の変化というのはつけていかなければいけません。それは初心者の方が一人で表現をゼロから考えるというのはなかなか難しいので、校訂版と呼ばれるちゃんと表現の指示が書かれたものを活用していただければいいと思うんですけれども、今回のこのレッスンでは私自身が第三者の解釈に影響されたくなかったので、元々のこういった指示が一切書かれていない楽譜を用意しました。それを踏まえて曲を弾きながら表現の解説をしていきたいと思います。まず右手弾いてみたいと思います。まあ、という、ここまでの前半部分ですけれども、お聞きいただいた通り、非常にシンプルで、あまりに大げさなクレッシェンドやデクレッシェンドというのは私はつけていません。けれども、音楽、何をやるときもですけれども、基本的なルールとして、音が上がっていくときには微妙なクレッシェンドのニュアンス、下がっていくときには反対にデクレッシェンドというニュアンスは常々意識をしておくといいかと思います。なので、あまりに大げさなクレッシェンドではないんですけれども、最初、この音型2小節の塊が次、音域が高くなったところでもう一度繰り返されます。高くなっているので、こちらの方が、まあ大きくって言ってしまうとあまりやりすぎないでほしいんですけれども、少し盛り上がるような、明るくなったような、そういった音色、音の強さ、大きさを意識をしながら弾いています。で、ここから加工に入っていくので、ここに向かって落ち着いていくようなニュアンス。で、さらに細かくお話をしますと、まず冒頭のこの2小節ですけれども、
この終わりの四分音符2つは少し切り離すように、そして重さをあまり乗せずに軽く扱います。ここに重さが乗ってしまったり変に伸びてしまうと非常に不格好なバランスになってしまうと思うんですよね。ちょっと曲のイメージに合わないですよね。ここもですけれども、この曲全体を通じてこの2拍目から3拍目のここにスラーがかかっているような、この塊を一つのセットとして扱って弾いていくと、メネットというこの舞曲の雰囲気が出るというか、音楽の推進力が生まれるわけですね。2拍目から3拍目にという塊を意識して全て私は弾いています。で、この2音はおまけみたいなものなので、先ほど言ったように少し切り離して軽く扱います。ここも一緒、おまけで、この2拍目から次の小節の1拍目にかけての5つの音、これを一塊として感じながら弾き進めていきます。で、曲ボードと一緒、軽く切り離す、おまけの2音なので。で、だんだん下がっていくので、ここに向かって収まっていくように。で、左手も行ってみましょう。ここまで登って降りるという音型、先ほど右手の時にもお話ししたような上行形に少し盛り上がる、膨らむようなクレッシェンド、そして下行形では落ち着いていくデクレッシェンドのようなニュアンスというのを意識をしておきます。ただまああまりに大げさにクレッシェンドデクレッシェンドかける必要はないので。で、この四分音符3つも少し切り離して軽やかに弾いてあげるといいかと思います。で、この部分で初めてそれまで右手が弾いていたこのモチーフのリズムが左手に現れるところなので、大切に弾きたいところでありますよね。で、続き、ここも少し切り離します。で、この右手で弾いていたモチーフがね、左手にはっきりと出てきています。この際に右手で弾いていた時と同じような弾き方を左手でも再現したいので、先ほど言ったような2拍目から次の小節の1拍目にかけてのこの5音の塊というのを感じて弾けるように。に前半部分左手は終わります。このあたりも四分音符はね、基本的にこの曲では少し切り離して弾いてあげるというのが表現としてふさわしいんじゃないかなと思います。この曲ではなので、必ず絶対のルール、常にどんな曲でもそうしなければいけないというものではないので、誤解のないようにお願いします。例えばね、Gマイナーのこういったメネット、これは、今日、やっているこの G メジャーのメネットと比較すると、まだ少しレガート気味にゆったりとした曲の流れを味わいながら弾くのが曲に合っているかなと思うんですけれども、今日やっているこの G メジャーのメネットは、軽快な軽やかさ、そして前向きなリズム感というのを出したいなと私は思いますので、基本的にこの四分音符は切り離して弾いていくが合っているかと思います。続きもそうですね。右手から見ていきましょう。ここも2拍目から1拍目にかけてのこの音の塊を一つとして捉えて進めていくんですけれども、下行形に入っていくので、ここに向かって下がっていく、そのラインを感じながら、降りていきます。しかしながら、ここから臨時記号のドのシャープというのが出てきますね。こういった臨時記号があるところって、調整、曲のキーに変化が生まれようとしているところで、少し緊張感の高まるところなので、後半のこの中間部分、ここに向かって
少し緊張感が増していく、盛り上がるように表現をしてあげるといいと思います。D メジャーでのカデンツ、転調しましたね。なのでこのスケールで登っていく、ここが曲中で一番の山であると。でこの続き、ここからリズムがその前のこの小節から来ているんですけれども、ここからは先ほどずっと言っていた2拍目から1拍目にかけてのっていうリズム感から少し変わりますね。タンタタタンタンタタタン、そしてここも一拍目二拍目に8分音符というように、少しリズム的な特徴が変わっていきますね、ここから。なので、このあたりを弾くときにはね、二拍目から一拍目にというふうにつなぎようもないですし、それは気にしなくていいです。ただ、四分音符の後を少し軽く切り離すように扱っておくといいかと思います。で、この時の左手、ここですけれども、2分音符をね、このように押さえたままで進まなければいけません。で、また、ここも、普天2分音符、押さえたままで、というようになります。で、まあ、先に言ったことの繰り返しになりますが、こういった曲を練習するときに、まず片手ずつ、しっかり十分になれること。そして両手を合わせる初めの段階では、表現、ややこしく考えなくていいので、とりあえず音を、すべて正確に弾けるように、はっきりめに弾くのもいいかと思います。で、それにも十分慣れた段階で、少しずつ可能な限りでそれぞれの声部に意識を傾けていく。例えば、この時の左手をしっかりと聞いて、この音の動きをメロディーとして感じて弾いてあげる。この時の左手の方に耳を傾けてあげる、などなど。まあ、この曲に限ったことではありませんが、とにかく反復練習、そして意識をどこに傾けるかということだと思います。最後にもう一つだけちょっと付け加えさせていただくとすれば、前半後半ともにこの曲ではリピートをするんですよね。それぞれを繰り返す A、B、二部形式という曲の形式でできていますが、このリピートをする際に1回目との変化を持たせるという意味で、最初にお聞かせした演奏では、1回目にはこの装飾音をあまりつけずに、そしてリピートする2回目に、この書かれている装飾音をつけて弾いて変化を持たせています。このジグザグの記号に縦線が入っているもの、1音下がって戻るという装飾音ですね。反対に曲の最後に出てくるこの縦線の入っていないジグザグ、これは上に上がって戻るというといった装飾音の指示となりますが、こういった装飾音ってそれこそ絶対ではなくて、どのように入れるかは演奏者次第なところがあるんですけれども、それについても以前にバッハのインベンションのレッスンをした中でお話をしたかと思うので、よろしければぜひそちらもご視聴ください。さあ、というわけで今日のこのレッスンはチャンネルメンバーさよチャンネルさんからのリクエスト提供でお届けさせていただきました。ありがとうございました。ではまた今後もよろしくお願いします。さよなら。